はい、こんにちは。LL の笹川です。エリクサーの初歩的なところをご紹介するシリーズ、です。今回ですね、リストのパターンマッチングについてご紹介をしたいと思います。リスト、こういうやつでしたね。仮括弧で区切って要素を、コマで区切ってやると、これがリストというものでした。リストの長さを求める関数っていうのを今回作ってみようと思うんです。今回のこの 1,2,3 を要素になっているリストであれば、長さは3ということになります。この長さなんですけども、作るまでもなく組み込み関数であります。ですからこうレングスっていうのにすれば、ちゃんと長さが3、これ4つにすれば4つですけどもね、長さを求める組み込み関数はちゃんとあるんですけども、あそこは例題としてですね、これを自分で書くとしたらどういうことをやるんだろうかということで、リストのパターンマッチングについてご紹介したいと思います。パターンマッチング、前回、階乗計算ファクトをやりましたけども、こういう書き方ができるんでしたよね。規定のところとそうじゃないところを、それぞれデフで書いてあげると、うまいことこう、再帰定義ができてしまうと、これが応用できます。ではデフのレングス、これレングスにしちゃうとぶつかっちゃうんですよ。いいか、やってみましょう。規定は、空リストですね。何にも要素が入っていない、リストのことを、これ空リスト、空のリストなんですけれども、その時の長さはというと、これは0なんですね。じゃあそうじゃない中身が入っている時の、リストはというと、こうリストをですね、分解するんです。パターンマッチングなんですけども、ちょっとこうターミナルの方で対話環境で実験してみたいと思います。こういう違うこんな感じのコードを入れてみるとどうなるかというと、これね、 X と Y って変数なんですね。X には何が入ったかと1ですね。Y には、2と3が入ってます。ここの部分です。XY 左側にありますけども、縦棒のところはですね、その前のところは先頭要素、 X のところですね、先頭要素になりますし、縦棒の右側の方はですね、先頭を除いた残りの要素、これにパターンマッチングするようになっています。このイコールですね、間にこのイコールが使われています。この間ファクトの時には2つイコールが並んだイコールイコール使いましたけれども、パターンマッチングの時は1個だけです。この時はその左と右の項をですね、パターンマッチングするっていうふうな意味合いになります。そうすると結果として一番最初の要素は、X にパターンマッチングして1ですよと、Y は残りの要素ですから2、3というリストと、パターンマッチングしましたよということなんですね。こんなふうにしてリストを分解していくことができます。これを利用すると、XY でもいいんですけど、慣習的ですね、リストの場合はリスト L って使うことがいいんですね。そして分解するときには最初の要素は L で、残りの要素にはその S をつけるっていうのが慣習的に行われています。最初のところが L で、残りのやつは LS だよと、絶対こうじゃなきゃいけないってことではないんですけども、こういうふうな書き方がよく行われています。さあそうすると分解をしましたと。で、分解するとどうなるのかというと、
最初の要素で1個あるってことは分かりましたから、1ですね。で、足すことの残った LS がどのぐらいの長さなのかですね。これと1を足してやればいいはずです。ですから、こうですね。1足す、残りの LS の要素、数を求めて、それを足し算すれば、これはレングス、要素 のリストの長さになるはずであると、こういうことなんです。ちょっとやってみます。読み込むときは C でした。 foo の EX、エラーになっちゃいました。ですね、エラーを読むとここですね、コンフリクト、混乱しちゃってますね。何がまずかったかっていうと、最初に言いかけてやっぱし、尽きちゃったんですけど、このレングスっていうのがですね、組み込み関数でもレングスっていうのを使ってるもんですから、そこでその同じ名前で定義しまうと、ぶつかってるよっていうことでエラーになっています。ですからここをレンにしましょう。これならぶつからないでしょう。はい、それでもう一回見ますと、コンパイルは通りましたけども、ウォーニングが出ています。何かというと、ここですね、バリアブル L is unused。 L っていうのはここの部分ですね、パターンマッチングの、L と LS の最初の方の L ですね、これが使われてませんよって言ってるんです。こうコード見ますと、パターンマッチングで分解したもののですね、L 使ってないんですよね。 LS は残りの要素の長さを求めるのに使ってますけれども、L というのはその要素の個数が1個だってさえ分かってしまえば、中身に何が入っているか関係ないもんですので、使わないと。まあこれでも間違いではないんです。ウォーニングなんでコンパイルは通るんですけども、こういう場合ウォーニングが出ないようにするためには、ここをアンダーバーにしてください。アンダーバーです。無名変数って言いましたかね。変数であるんだけど使わないからということなんです。で、そうしてセーブして再度 C をやると、今度はウォーニングが出てますけれども、unused っていうのは消えています。defining っていうのは出ますけども、これは書き換えたってだけなもんですから気にしないでください。じゃあ呼び出します。モジュールの foo の len というところに、長さを求めてくれと言うと、はい、うまいこと3が出ますね。4だったらどうなのか。はい、まあ規定の時は最初のが動くんで0になるはずですね。はい、0です。はい、こんなふうなことで、リストのパターンマッチング、パターンマッチングですね、簡単な例をご紹介しました。それではまたお会いしましょう。